F1 ライフチャンネル太郎です。ヨネアンです。フェラーリの2023年型マシーン、はい、間もなく2月14日に発表されますけど、バレンタインデーですよ、はい、フェラーリのマシン名を考えてみようじゃないかと、はい、マシン名って大体毎回決まってるんですか、ね、RB18 とか、はいはいはい、そのマシン名ね、うん、でフェラーリでちょこ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 噛んだよね。そうなんですよ、フェラーリは本当に予想ができなくてっていう毎回あるんで、そのちょっと予想をしてみようかなと、うん、おなるほど思います、うん、ちなみに去年は、去年何でした、あの名車なんだ、ランキング2位に返り咲いたあの名車、フェラーリってなんだフェラーリって、タロさんが知ってるフェラーリのマシン名は、うん、FA いくつみたいなFA いくつってなんですかフェラーリフェラーリだったら FE ですけど、まあそうか、FE か、でもそんなここの聞いたことないよね。あれフェラーリってなんだ、あの名車の、まあ、去年の車はちょっとそのイレギュラータイプの名前の付け方、うん、いくつか F1 マシンのフェラーリの名前の付け方ってパターンあるんですけど、去年はちょっとイレギュラーパターンですね。フェラーリ75周年だったんで、あそれを記念してフェラーリ75、あ惜しいですね、F175 F175、まあ、イタリア語でエッフェウーのセッタンタチンクエなんですけど、うん、F1 で使っていいの、まあ、F1 マシンなんで、ああそのやってる人だからいいのか、はい、G メン75みたいなおっさんじゃんまあ大体こうやって特別な名前つけると、キラキラネームつけるとこけるっていうフェラーリの伝統が、キラキラネームとかちょっと差し色ね、真っ赤にしとけよって毎年言ってんの、真っ赤にしときなさいっていう、なんで白とか黒になっちゃうのっていう、いきなり失敗するっていう、今年は真っ赤な車で出てくるだろうなみたいな、ちょっとでもまた黒が残ってたらダメよもうっていうのはあるけど、まあ定番のパターン、はいね、名前のネーミングのパターンいくつかあって、はい、一番最初1950年代はエンジンをベースに名前つけてるんですよね、まあ、昔っていうか今も市販車は大体エンジンありきの車だったりするじゃないですか、昔はもうエンジンのその型式でつけちゃったんで、そのエンジンの名前というよりはエンジンの排気量とか気筒数とか、それもまたエンジンっていうだけでそこに決まりがまたいろいろあるっていうか、いろんなパターンがあるのがフェラーリらしいんですけど、単純にもうバンク角で決めちゃったりとか、はい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 、あとバルブの数で決めたりとかエンジンの排気量っていうのもその全体の 1. 点何リッターとかじゃなくて、はいはいはい、1気筒あたりの排気量とかで言っちゃったりとか、うん、結構パターンがいろいろあるんですよね。じゃ去年の F175 からこの今年を推測すると、それはもうだから、うん、定番パターン、定番パターン どれで来るかだと思うんですけど、そのもう本当にエンジン規定でやるのってもう1950年代とか、まあ、60年代、うん、70年代になるともうちょっと少ないみたいな、うん、フェラーリの 312T とか、はいはい、あれは3リッター12気筒とか、あそういうそれで 312T って言うんだ、まあ、T はターボ、ターボじゃなくて、うん、ギアボックス横置きっていう T なんですけど、あれはああそうなんだ、そういうなんかまあその定番エンジンの型式プラス、はい、なんかプラスアルファなんかつけるみたいな、はいはいはい、それでとだってずっとエンジン使ってると、同じエンジン使ってると、うん、車を全然違うのにずっと312なわけですよ、なっちゃう、ね、でもそのパターンで実際名前つけられちゃってる、はいはい、312T2、312T3、312T4 ってなってるんで、それでいうと葉巻型の時も312ですからね、あれ、ああそういうことね、でもむちゃくちゃなんですよねそうなってくる、だからまあそれが70年代ぐらいになるともう限界だなっていう、うん、エンジン起点限界っていう、まあ、今市販車はそうですけどね、まだね、うんうん、ずっと360とか488まで行って、うん、今296でしたっけ、そのエンジンで名前つけるパターンはフェラーリ市販車はまだやってますけど、はい、もう F1 はそうじゃなくて、うん、その後はだから車の開発コードネームで呼ぶっていう、うん、64いくつみたいな、ああ641スラッシュ2みたいなとかね、それでも実はそんなになくて数年しかやってないんですよね。その後はもうF2000 いくつみたいな、 F にあと年代つけるみたいな、 F2007 とか、これパターンずっとだからシューマッハ時代はこれなんですよね。ああそう、 F にフェラーリの F にあと年代の 4桁つけるっていうパターン、まあ、これが結構ベタなパターンかな。ベタな、でもその後はまた変わっていて、今 F2022 とか言ってないじゃないですか。言ってないね。その後だから SF バツバツ型に変わってるんですよね。 SF、まあ、スクーデリアフェラーリプラス
まあ、年代を2桁でつけるっていう、まあ、まあ それでいうとだから、うん、あの2015年から SF15、 2016年 SF16 で2017年が何だと思います？え、じゃあ SF17? じゃなくて SF70 になってる、うん、なんでこれ70周年だから。ああ70周年、うん、周年だったってことね、うん、でその2年後が、まあ、その次の年もう70から71にしちゃったんですけど、あ、周年じゃないのね、はい、でその2年後2019年が今度 SF90 なんでこれあの70はフェラーリの創設70周年なんですけど、はいはいはい、SF90 の方はエンツォ・フェラーリがレース始めてから、うん、90周年っていうことで、なるほど、こじつけってやつね。周年がだから多いんですよ、パターンとして。でこれ以外にもあのエンツォ・フェラーリ生誕何年のパターンもあるし、うん、要するに F40、F50パターンですよね。だからちょっとその周年にも気をつけなきゃいけないんですけど、あ、だからそ得てしてそういう風なものの名前をつけたがるってことね。そう、もうなんか中の人が それを読むのはちょっと相当難しいっていう、そのパターンできたかっていう、うん、まあ、それで言うとあの2023年の予測すると今年は多分周年じゃないんですよ。あ、何も周年ないはずなんですよ。ないはず、うん、あ、ちなみにあのイレギュラー型でそのジャンニー・アニエリが亡くなったから F2003GA ってつけるとか、うん、まあ、さっきの SF95 にすればいいね。95年延長の95周年あのレース始めて何十五周年って言われてるの見たことあります。まあそれでいうと F175 あるんですけどね、創設75周年ね、うん、それだと1年早いですよ。だから そうか、1年早いんだ、ダメだ、うん、来年に取っとかないと、うん、そうだ、じゃあ来年SF95 2024年は SF95 2023どうしよう、うん、じゃあ F176 そうだね、うん、そのパターンでいく過去のパターンでいくとそうだね。あとそのだからターボの時に T つくとか、うんうん、あの H ハイブリッドで H つけるとか、うんうん、それもあのハイフン H、うん、ハイフン T のパターンもあれば、うん、単純にこの SF70H みたいに何もつけないで 70H にするパターンもあるんですよ。これがまた予想は難しく、なるほど、ただ最近で言うと H はハイブリッドの H はついてないですけどね。あ、ついてない、うん、まあ、2000年の時は F1-2000 って急になんか大変な名前になったりとか、あ、なるほどね、あるし、あとイタリア150周年の時に150イタリアっていう、もういきなりドイレギュラーの名前にしたりするし、あとあのフェラーリ参戦1000レース目を迎える2000年には堂々と SF1000 っていう名前にしたりとか。なるほど、でも大体そういう時って成績的には大ごけしてます。F1-2000 以外は大ごけしてます。イレギュラーの名前つけるとこけてます大体。去年はどうなんだろう、こけてはいないんだよね。こけてはいないですね。こけてはいないんだよね。じゃあ F176 ですか。そうだね、75/2 2じゃないでしょ、ガラッとガラチェンしてるはずだから。ガラチェンしてるはずだから、あ、レッドブル型になるから SF19 SF19B、 それこそ RB18 にしちゃうか、名前ごとパクるか。あ、だから RB76 です。何の RB なのか分かんなくて。どのパターンで来るかまず読まないとダメなんですね。でも最近のパターンで言うと、まあ、SF ド頭つくパターンは多いので、うん、2015年からずっとそうですからね。その前は F いくつパターンですけど、でもこれ SF23 って来たら喜んじゃうんじゃない？ SF23 日本のファンの人が一部の。なんで SF23 って、うん、あれと一緒ってことですか？そう多分向こうは1ミリも気にしてないから、かぶろうが何しようが多分、あ、そうっすかみたいな感じなんじゃないですか。SF23 といえばフェラーリって全部言われちゃうから、うん、ちょっとドキドキするかもしれないですけど、うん、それを鈴鹿太郎さんがインタビューします。SF23 といえばどっちが多いか100人に聞きました。まあベタで来ると SF23 ですよね、うん。ただほら今年ガラッと体制また変わるじゃないですか。変わるね、チーム代表が変わり、うん、まあ、チーム代表が変わったっていうだけじゃなくて、うん、今までちょっと黙ってた上の人たちが口出してくるっていう、うん、ってことは俺が変えたぞっていう、なんか新しいボスが言いたがりのパターンあるじゃないですか。これまたアニエリ家が出しゃばってくると、うん、もう名前はこうするんやっていう、まあ、結局ほら名前いろいろ迷走してるって、このパターンが読めないっていうのは、うん、
その時その時でこう派閥争いで、うん、俺がでやってるから、こう上の人が言うことがあっち行ったりこっち行ったりで読めないパターンになっちゃってるんで、じゃあそのアニエリ家さんの人たちが今何を考えているか、うん、でいくとちょっとド定番の SF シリーズはないんじゃないですか。ないかもしれない。ガラッと変えてきちゃう可能性あるかもしれないですね、うん、でこけるとなんかこう昔に回帰するみたいなね。あ、まあ、マクラーレンもそのパターンだったじゃないですか、はいはいはい、ずっとマクラーレンホンダで失敗しててオレンジに戻る、うんうんうん、もう昔の要するにマクラーレンホンダとかロンデニスのマクラーレンじゃなくてその前のブルースマクラーレンのマクラーレン戻るんだって言って、うん、まあ、車の名前変えた、 MP4 でずっと来てたのを MCL にまた戻したりとか、まあ、その前は実際 M なんですけどね、うん、まあ、それそのパターンあるかもしれない。だからすごい昔のやり方に変えるっていう、ほう、エンジン型式で、型式で 1.6 リッター V6 だから、うん、166 急にフェラーリ166ですみたいな、ちょっと可愛くなっちゃう、うん、っていう可能性はなきにしもあらずですよ、うん、もしくは1気筒あたりで言うと266になりますけど、今のだから市販車の296にかなり似た、あれも1気筒あたりだと思うんで、市販車ウランカナでいくと市販車と同じパターンで来る可能性もありますよね。確かに今 NA の V8 が最後 F8 でしょ、488から F8 になったんですよね。ああそうなんだ。まあフェラーリなんて究極の車を売るためにレースやってるんだもんね。逆かレースやるために車を売ってるんだもんね、うん、それはでも逆かも、今逆になってるかもしれないですよね、うん、だって車今あれでしょ SF90 っていう名前の市販車作っちゃったでしょ、はいはいはい、普通に F1 マシンと同じ名前ですよっていう、うんうんうん、そのフェラーリエンツォ・フェラーリの創設90周年っていうのね、そういうことは全然あるかもしれないですけどね。多分自分新しい体制の人たちが自分たちの支配力を誇示するために、でも自分たちだって言っても無理だから、うん、エンツォ・フェラーリの名前をなんか借りるんじゃないかなって気がするんですよ。そのエンツォの意向を背になんかやってくるような気がちょっとするんですよ。だけど SF94 にしなきゃいけないのがちょっとね中途半端になっちゃうよね。76か94。エントさんがお亡くなりになったのは何年？88年かな。ああ霧のいい数字ならない。あ、なんとか35か25ぐらい。35じゃないですか没後35周年。35周年難しいですね。キリがいい数字になるとそうなっちゃう、まあ、だからもうキリとか考えずもう SF94 で SF94 なんですかSF23 には被せないと、うん、SF94 エンツォとか、エンツォ、うん、エンツォフェラーリだから EF みたいなつけちゃうみたいな可能性でもそのパターンあると思うんですよね。なんかつけるパターン、なんかつけるパターン、うん、でこけるパターン、うん、もしくはまたジャンニー・アニエリをつけるかもしれない、GA を。あ、そんな時代、そんな。ジャンニー・アニエリさんなんか2003年だから、ね、そういう意味ではちょうど20年でしょ、そっから。あ、なんかそんな名前って聞いたことある。2003年 GA ですからね。それも変な車だった。ちょっと良くなかったです、その車もね。うん、だから あとあれじゃない、現場から、いや、今年の車は自信があるんで変な名前つけないでくださいつけないですよ、お願いしますみたいな SF23 希望みたいな、うん、じゃあ SF23GA にしとくわみたいな GA ついちゃった白いライン入っちゃったみたいななんか一筋縄ではいかない気がするんですよね。体勢ガラッと変わっただけに、名門なだけにね、アニバーサリーでもないのに変なのつけちゃうパターン。なるほど、本当フェラーリって面白いチームなんで、ね、全然一貫性がないそうで。ということで米谷プロが予想する、僕予想してないですよまあじゃあ僕 SF23 で、 SF23、 はい、じゃあタラさん SF94 だ94だあ、じゃあ SF23、 あ、どうしようかな、エントで行くか GA で行くかどっちかな。なんかでも本当に突拍子もない名前つけそうな気がするな。 SF23 頂点みたいな、なんかそんな、じゃあ僕あれですね、没後35の方にしよう。没後エントで没後のパターン今までないですけどそうだから新しいああ、じゃあ僕 SF23 マラネッロにしますSF23 モデナかな、エンツォの生誕地モデナ。ボツゴ35はどうしたらいいんだろうね、アルファベット。エンツォじゃないですか、エンツォ35。エンツォ35怒られるこんなもん。まあまああるかもしれないですね。
まあ、でもこの90周年の時はエントさんの何かだったんでしょ。 SF90 は創設90周年、うん、チーム創設90周年、チーム創設90周年、じゃあ SF90、 SF だから SF じゃダメなんだよ、だからでも普通に16とか15とか特に意味なくついてる時もあるんだもんね。そうそうそう、うん、でもそれはだからやっぱりチーム体制が変わるとまた名前の付け方変わるっていう、そこに回帰することはないんじゃないかなって気がしますけどね。体制が変わったっていうことを言うには、ね、じゃあ SF じゃない頭文字にしなきゃいけないんだ、うん、じゃあ F は76、 F は76、 だから 来年がだから SF95 だから、あ、うん、あ、間の間の年だからもう F は76 太郎さん予想、はい、だから F は76はアリアにした、ストップエビにしたアリアにした GA F は 76GA、 GAじゃあ、 あのハイフンが2個入っちゃいますけど F176 にしますか。じゃあ昔みたいに F189 みたいな、あ、かっこいいね、うん、F176、 うん、F176GA そうしよう、うん、F176GA だから F176-GA、 はい、はい、あ、これありそう。イタリアでもこうやって決めてんでしょうね多分ねだからいつも毎回、うんうん、あの時どうやってすっけって、うん、T ってハイフン入れたっけ、まあどっちでもいいかみたいな、多分あの YouTube とかイタリアの F1 バラエティ番組とかで同じようなことやってるんだ多分まあそれはどうなるか、うん、開けてのお楽しみということで、はい、これはじゃあ2月14日に分かると。そうですね、名前もそれまで発表されない、おそらく、まあ、その前になんか情報が漏れてくる、漏れてくる、こんな、うん、なんかすごい名前がついてるらしいとか、なるほどなるほど、出てくるかもしれない。大体でもこうじゃないかと思ったのとは全く違う名前出てきますから、大体いつもなるほどなるほど、そっちのパターンできたかっていうなんでっていう、なんかティザーでフェラーリの赤いところに白とか黒とか入ってないことをちょっと ね願って、いい加減気づけよ君たちっていうねまあね、我々も日本のレディオブックさんがスポンサーついてますから、うん、あれ来年もつくのかね。一応今のところついてましたもんね。あ、ついた、うん、なんかほらなんか作って売ってたりされてたじゃん、うまくいったのかね、うん、そうね、なんか発表会からうまくいってたらじゃあ F176RB だってレディオブックちょっと大きくなっちゃった、うんうん、確かに確かにいいんじゃないですか、うん、まあまあでもね、あの貴重な日本の企業さんの応援だから、うん、ぜひ23年もね継続でレディオブックさんのマークが、ね、入ってることを期待して、はい、大きくなってること、大きくなってることを期待して、2月14日の発表を、ね、楽しみにしたいと思います。今年のフェラーリの名前、僕はこう思ったな、いろいろお考えになられた方はいいねボタン、コメント欄にチャンネルとよろしくお願いします。ありがとうございました。1655もありかな、1655ね、 F1655、 F16 チェックチェック1位がルクレルで2位がサインツナっていう、もうなんか、ああそういうことマルチ21みたいな、マシン名でもう匂わせとくみたいな、ああなるほど、5516にはならないってことね、うん。